はようございます。釣り子 TV です。毎年参加しているですね、小森嗣彦プロ主催の小森カップ、今年仕事がどうしても休めなくてですね、参加できなかったんですけども、仕事していたらですね、とんでもない LINE が届いたわけですね。こちら、小森カップ優勝したよ。すごい優勝トロフィーの写真がおもむろに親父から送られてくるっていうですね、ちょっと危うく事故を起こしそうになりましたけどね。いやー、めでたい。小森カップって言ったらですね、結構この11月のちょっと厳しくなった時期にですね、5匹のリミットで、大会の時間が長いんですよね。朝スタートから終了が15時まで、非常にロングタイムで釣りの大会遊びができるっていうことでですね、面白いですよね。13時だともうちょっと釣りしたかったなっていう時で、終わってしまうんですけども、小森カップ名物といえばですね、その後いろいろ写真も送られてきたんですけども、まあこんな感じで真っ暗になるまで配り終わらない、商品、1位からこう順番にですね、順位で呼ばれてですね、こう各超豪華商品を取っていくわけなんですけども、真っ暗になっても配りきれないぐらいの商品の数なんですよね。で、まあその後に宴が始まってですね、小森プロ1年お疲れ様でしたということで、みんなでこう飲み会が開催されるっていう非常に楽しい亀山ダムのトーナメントなんですけども、そもそも行くことができない。まあでもですね、うちの、親ですね、でっかいの釣ってきたっていうことで、何やらですね、母ちゃんの方が 1400g ぐらいあるですね、まあ、ビッグフィッシュ相当ぐらいのキッカーをバラさずにちゃんと釣ることができて、で5匹ちゃんとリミットもメイクして優勝っていうことみたいなんですけども、でちょっと釣れたところの状況なんかを聞いてきたんですね。でそしたらですね、笹川の中流でレッグワームのダウンショット、秋の定番なんですけどね、結構ですね、多分ズルズルと2人乗りなんで、投げてズルズルと引っ張って、でココンっていうちっちゃなあたりをパシッと合わせていったら、いい魚が結構釣れたという、こういうことみたいなんですけどね。ちょっと詳しくはですね、また、チャンスがあれば聞いてみたいと思いますが、レッグワームの濃いめの色をダウンショットで、攻め切ったところを優勝できたということで、おめでとうございます。はい、で、もう今日ですね、今日も仕事だったんですけどね、翌日ですけども、もう、羨ましいなということでですね、まあなんていうか、こう釣り具屋に行ったらですね、こうストレスから爆買いをしてしまいました。こんな感じでね、ちょっと釣りにも行けていないので、いろいろとですね、近所の、キャスティングに行っていろんなものを買ってきてしまったんで、まあそういったのをご紹介しながらダラダラと喋っていければななんていうふうに思います。まずはですね、これね、ビッグベイトシーバスっていうですね、釣り人社のこうムック本があるんですけども、前編は結構海の釣りなんですけどね、こうビッグベイトを使ってシーバスを狙うっていうですね、このコンセプトで、ジョインテッドクローから海用のビッグベイトからですね、いろいろ載ってるんですけども、さすが釣り人社が作ってるだけあって、この非常に文字が多くて読み応えのありそうな、でこうガンクラフトの、平岩さんの記事とかですね、こうスペシャルな、なんていうんですかね、フックチューニングとか、これなんかバスの雑誌で載ってましたけどね、結構ですね、読み応えのあるムック本が出ていたので、結構1,667円ということでですね、ちょっと、お高めなんですけど、これはずっと読み込めるなって、あとはなんかいいですね、こういう本ちょっと家に置いておきたいなと思って、このビッグベイトシーバス買ってきました。はい、で
最近トズラッパラダムとかに行ってですね、具合の良かったベコンクロー、これ釣り具屋さんに売ってないんですけども、ちょうど入荷に重なったみたいで一袋買うことができました。やったぜってことで、ベコンクローのですね、サファイアブルーブルー&グリーンフレークってですね、これ持ってない色なんですけど、ね、ベコンクローのこんな感じのカラー、これまたねちょっと直リグとかですね、そういった感じで使いたいなと。ベコンクローかで、ベコンクローが効くんだからこれ効くんじゃないかなと思って、俺実はこれ一個もまだ持ってなかったんですけどね。こちら、ディスタイルのですねウィニングクロー 3.6 インチ、これ持ってなかったんで、これちょっとベコンクローより小ぶりで、なんかトゥルンって薄ゴミカバーに入ってくれそうだなって、これちょっと試してみたいなと思って一袋買ってきました。ディスタイルのですねウィニングクローですね。こういうちょっとカバー打ちのルアーを買ってきたんで、もうねドサドサドサって、ね、はい、小物を中心にですね、結構これ6000円分くらいなんかいろいろ買っちゃったのかな。こういう感じで直リグのこうゼロ段ね、4番フックにちょっと重めの 14g の重りがついてる、こういったのとか、これね逆にですねちっちゃいですね直リグを作るとき用に 2.5g こういった重り買ってきてみたり、で直リグ用のこの30のですねフック、でそれ接続するですねスプリットリング小型のもの、あと結構これカチッとした作りで非常に気持ちよく使えるなと思ってですね、流儀のこうダウンショットシンカーなんですけども、ここが自動ハリス止めじゃなくて丸い形状になっているんで、非常にですね直リグとかが作りやすいかなということで、こんな重り買ってきてみました。あとこれ直リグ用の50番のフックと、さっきのですねちっちゃいやつ、このちっちゃいのと合わせやすいかなと思ってですね、この直リグリングドフックの、1番、ね、こんな感じで結構ですね、もうちょっと釣りの大会にも出れないし、なかなかちょっと最近釣りにも行けてないしっていうことですね、はい、ね、山盛り買ってきてしまいましたね。まだねちょっと浅場のシャローで一発来たらでかいのを釣れたりするんじゃないかななんていう、そういった野望も、あってですね、こういった感じで打ち込みセットね、ちょっと小物いっぱい、買ってきてしまいました。まあ今日のテーマはそうですね、釣り子 TV の親が、小盛りカップで優勝したよっていうことでね、80人ぐらい出てたみたいなんですけどね、50人ぐらい釣れてたっていうことなんで、この時期にしては比較的まだ亀山ダム釣れてるんじゃないかななんて思いますんで、ここら辺の買いためたやつを持ってですね、12月の亀山ダムに挑んでいきたいななんて思うんですけども、まあ、基本はでもこういうのいろいろ買っても使うのはゲイリー山本のレッグワーム 2.6g から 2.7g シンカーでダウンショット、こんな釣りを展開するんじゃないかなと思いますけどね。毎年やってる釣りなんで、こうやってちょっとね違った感じの、釣りもちょっとずつこの寒い時期に練習していければなと思いまして、いろいろと買ってきました。というわけで本日の釣り子 TV はですね、祝釣り子 TV の親が、小盛りカップで、優勝したよ、それとですね、それ参加できなかったストレスからいろいろな釣り具を買ってきてしまって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。